税流、でかすぎんだろ。素振りが小人に見える。すごい高いよね。税流より身長高い人って誰がいたっけ？女性キャラだとビワーネくらいじゃないか。ビワーネより高い気がする。どうだっけ？推定180超え。遠近法も相まってすごいサイズ差だ。設定がでも背が高くて手足、首が長いって書かれてたぐらいだもんな。どこぞの兄弟みたいに肩に乗れそう。素振りがすっぽり後ろに入れるでかさ。なので安心して姉の後ろに隠れられるってわけ。ホームウェイ組や大人と並んだ時も頭一つはでかいし、ある程度人格分かった後は良いけど、クラス外直後にあの言動されたら体格差も相まってガチで怖そう。カキツバタやブライアより普通にでかかったな。 DD ラリアットできる。ビワは声優より身長高いね。怖い。学校のクラスとか映画館とかで席を後ろにしてもらわないといけないレベル。ちなみに高さ180クムはポケモンだとカミツオロチやガオガエンやオオタチとかが該当する。素振り結構姉ちゃんの面影引きずってる。待って、オオタチってそんなでかいんだ。こんなにでかいぞ。怖い。頭でかくない？再犯して。野生のケダモノだからオオタチはでかいよ。オオタチは結構でかいし、コラッタオくん。ゼイユも頑張ればコラッタぐらい食えそう。どこで張り合ってんだよ。ネモもでかいなって思ってたけど、さらにでかい女出してきてはやじゃ。SV はタッパがでかい女がいてくれて嬉しい。素振りがこんなでかくなったら可愛くなくなっちゃう。安心しろ。160代で止まる可能性もある。まるでゼイユが可愛くないみたいな。でかくても性格そのままだったら可愛い。このタッパでキビキビ踊られたら迫力あるだろうな。いや、でかくなった素振りも愛せよ。愛せるけど二次創作の世界にしかいない。素振りは成長期にぐっと伸びるタイプで、ゼイユがでかくなって生意気と身長抜かされないかとハラハラするけど、結局背伸びてもゼイユを追い越せないと嬉しい。残念だったわね、とウッキウキで素振りを煽って笑っててほしい。特別講師使って比較したことあるけど、ネモ170くらい役、木原先生、レホール先生役、オモダカさん、ゼイユ、リップさん、ヒール込みって感じだった。SV 女子キャラはでかい。たとえ素振りがでかくなっても姉よりでかくならなさそうなのはわかる。素振りが170後半くらいまで伸びてもゼイユにはギリギリ届かなくて、あんたもだいぶでかくなったけど私よりは小さいままだもんねとか言いつつ内心でセーフって思ってそう。ゼイユの小さい時からでかかった感。ネリネの身長も同じくらい。ゼイユの方が明らかにでかい。姉ちゃんに、うわでかって言って思いっきり自己づきされたい。あんたねでかいのよって真似して手出るよされたい。背高いから余計にスラッとして見える。見た目だけならスレンダーなトップモデルだと思う。成人女性と成人男性以上に素振りとゼイユのフィジカル差あるから、手出るよがガチで出た場合下手したら後遺症残りそう。でも素振りパンチも結構攻撃力だぞ。あれは威力より蘇生能力がすごいから。でっけえ、って言っても胸じゃないんだよな。ビワちゃんはおっぱいも大きいけど、小物とか髪型とかのバランスも考えて作るんだろうし、サンディモデルの身長をそのまま受け取らないことにはしている。まあキャラのタブとして、高身長スレンダー美人キャラだとは思うけども。ゼイユは設定資料にも背が高い的な記述があったはずだからガチでか女だよ。この身長で横がおくそ美人なのずるい。小さい頃から美人とか北上小町とか言われて育ってきたんだろうな。管理人のセリフからすると問題児扱いでもあるらしいが、その扱いの中であの自己肯定感を育む程度には褒められていたのだろう。身長180クムのキャラは過去作だと N あたりがそうで、ポケモンだと O たちがすでに上がっているけど、それだとつまりゼイユ O たち N になるわけで。めっちゃでかくね。N は逆にゲイチス2メートルでかすんで印象的にそこそこだわ。ゼイユ、カキツバタよりもでかい。スグリ、赤松よりも小さい。並ぶと巨人と商人。ペパーくんなんとなくでかそうだけどそこまででかくない。ペパーのでかいイメージは横幅のせいだと思う。ネモより普通に低いからな。ネモが高いとも言う。172クムだぞ。ホームウェイ組兄弟で一緒にいた時思ったけど、ボタン以外の女組の身長高いなって。ごついリュックとそれに負けてない肩幅があって、結構がっちりいい体してそうに見える。先輩って頭もあるしね。ボタンは足細すぎるか見たくなるよ。チリちゃんって高身長なイメージあるけど、八作は大きいかなんだよね。なんならオモダカさんよりも低いから四天王トップの中では2番目に小さいというね。あれ、チリちゃんより小さいのいたっけ？って思ったらポピーか。事実上一番小さいみたいなもんだな。スグリはこれでも主人公と同じくらいの身長はある。ジンベイはスグリのお下がりだから主人公の方が小さい可能性もあるぞ。まあスグリが小さい事実は変わらんが。キャラクターのモデルサイズ検証によると、スグリは肩幅は主人公よりあるけど足は主人公より細くて手足も主人公より小さいらしい。今作はどのキャラも体格の部分部分に細かい個性が作られてる。あのジンベイお下がりじゃないぞ。みんな勘違いしてるけど、私とヒエさんがオフルじゃないから安心してね言ってるから。あの子たちはもう入らないサイズなのは本当。倉庫から出てきたやつだし、しまって忘れてサイズアウトしたのかな。70の通り肩幅はスグリの方があるんで、腕上げたりした時突っ張っちゃうのかもしれんね。ボタンは想像通りなんだけど、ペパーとネモはなんか印象よりも小さい大きいってなる。個人的には赤松も印象面でどんどん小さくなる。実際は小さいにせよ主人公スグリより明確にでかい程度にはある。それが遠近法も相まって確かにでかいけど、スグリの左手が隠れずに見えるぐらいには胸の方はプレート。このでかさから手出るよはガチで怖いだろうな。指定喧嘩したら男女の性差ものともせず税優が圧勝しそう。反射でビクってなってるから前は多分普通に手出てた。田舎ではよくあること。グレタスグリがゼイユの、黙ってては使うのにあんだけ言われてた、手出るよは一切使わないの逆に根深いもの感じて草生える。うちリアル兄弟だけど、お互い12歳くらいから性差もろもろで殴り合いが普通に痛いし、拮抗するレベルになって口喧嘩に移行したんだよな。ゼイユがタッパーって凶暴だったばっかりに今日まで、手出るよの上下関係が有効だったんだろうなとしみじみ。もし自分に弟を遥かに越す背丈と戦闘力があったら今でも手が出ていたかもしれない。体格差負けして抑え込まれたい。実際に手は出してないだろうけど、
多分ポケモンバトルでは姉をボコボコにしたことはあるんだろうなと思う。兄弟でも兄弟でもある程度お互いに精神が大人になるまでは基本力が強い上が勝つから。口論でも物理でもずっと兄妹の力関係が崩れることはなかったよ。トグロ兄弟、